しぶしぶしぶ渋谷です、しぶしぶしぶ渋谷です、渋谷は大都会渋谷です、ボンちゃん渋谷で渋い顔、はい3、2、1、渋い空気になりました、西川くん渋谷で渋い顔、はい3、2、1、またまたまた渋くなる、渋渋渋谷を探検だ、渋渋渋渋谷です。あのさ、渋谷来たついでにやねんけど、うん、あのちょっと相談があって、うん、今うちの家ね、あの水道止まってんねんな。それが昨日お手紙来て、あのお手紙ってことで通知が来たんですよ。お手紙来て、うん、あのすぐにあの区役所、渋谷区役所の1階に水道局あるんで、うん、そこちょっと支払い来てくださいってお手紙来たんで、ちょっと行きましょうかね。お前それ払いにこの渋谷選んだよ。違う、いや俺は違う、あのほんまデートコースと思って、デートコース渋谷のおすすめ、デートコース、ここ渋谷総合庁舎、ここね、あの渋谷のあのみんなでデートコースとかでもよく行くところや。マジ俺来たことない。おかしいやろ。で私申し訳ないんですけども、1500円しかなくてですね、うん、何本払わなかったの。3800円。惜しい惜しいな。あと2500円ぐらい。そう、もういや見てよ、見てよ。俺もうトイレもできへんねんから。まあガムずっと我慢したままやで俺。喧嘩されへんからな。そうやね、見てこれ、何も入ってへんから。うせや、入ってへんかったら終わりやで。あるやん、あるやん、貸し上げて。めっちゃあるやん、1枚貸し上げて。めっちゃあるやん。自分の金みたいに喜んでるけどさ、みそこれ行ってこい、行ってこい。ちょっとお前違うもん、お前違うもん、払わせて。他のも、他の電気も。待て待て、1万円貸し上げて。待て頼むわ、金ちぎれるで、金な、太めの木刺さった。大丈夫か、枝で刺さって。病院行こうか、金貸してくれ、先な、ちょっと貸してあげてよ。いくらやね、いくら。水道代だけ払えば、じゃあ返せよ、その代わり。返す、給料入ったら返すね。5000円。そうやな、ちょっとだって綺麗いいわ、そうそう、5000円。返すよ、お前すぐ。わかった、25日ビビソルで持ってこいよ。 OK、 待っとくわ。ごめんな、うん、ちゃんと相手や、パチンコ行ったらあかんで。ちょ、お前行くな、ほんま。すごい、あいつマジか、よう生きてんな、あいつすごいな。あいつ、よう、それでよう笑ってられない。水道止まってるのにさ、よう、アイドル評論できんな。もうちょっとこうした方がええでとかな、うん、あ、これ前の家な。そう、前の家を払ってなくて。払ってなくて出てきたんかいな。そうやん、お前それは呼ばれるわ。それはあかんわ、お前止まってた。あ、で、その引き継いで、新しい家も止められたんや、うん、そうそれはあかんわ。いや、あと痛いわ、枝刺さって。うわ、ほんまや、怪我してる、ほんまや。じゃあなんで俺金貸す、怪我じゃなかった。ほんまや、ごめんな。舐めてあげて、え、舐めてあげて。いや舐めてもこれへんのかいな、金貸したのに。舐めたらもう倍返ししてくれて。いや倍返しってどういうこと。どういうこと。わん。いや、ずるいな、それずるいわ。今、これはさ、全部この辺来てへんじゃん。いや、今のとこだから MC の自動車の石しかおらへんな。あとは全然もう知らん分かったばっかり。もういるかもしれんから、ちょっと見に行こうよ。行こうか。喧嘩されて。本番前の楽屋でございます。ピリピリしてるな。ピリピリしてる。若手少ないな、ちょっと。あれ誰や。おはようございます。おはよう。本日の MC、あ、イノシヨシの吉井と言います。おはようございます。おーい、吉井やんけ、頑張ってんか。あ、ほんま。あれ、ボンさん何なんすか。何ちょっと頑張ってんかって、お前何そんな2人で楽屋でこれ広いビロ使って。広いビロってなんすか。もう後輩にいじられてるやんか。ほんま、どうなん、後輩の印象でどうなん。いや、ゴリゴリ舐めれる先輩です。あ、舐めれる先輩。ゴリゴリ舐めれる先輩って聞いたことないわ。給料日前でも余裕で飯食わしてくれって言える先輩です。ああ、じゃあいい存在やんか、はい、こっちはもう給料ないから、ね、給料日前。今、楽屋広々と使っててみたいなの言ったじゃないですか。うん、けど、いた時も別に楽屋使ってないですもんね。あれ人と先輩って緊張するからずっと外いる。あれそんなことなかったよ。ほとんどいなかったっすよ。いや、いなかったっす。
まあ、あっちおったけどずっと、はい、で、噂でもまあ、ボンは無限大の子にずっとなんか偉そうにそうそう、偉そうにしてるっていう噂めっちゃ聞いたことあるし、いつもだって楽屋に足立さんいるからほとんど入ってこないあ、そうですねそれビビってもんな足立さんおるともう絶対やりないだって足立がいつもここ座んねんどんなコンビやねんの仲悪いいや、仲悪いとかじゃないよ怒られるからなんで怒られるなんで勝手よって怒られるそういう関係なのネタ覚えてないちょっと僕どうですか、ね、あでもあそうそうそうありがとうちょっとまたあの催眠術のあの風俗うわ、青山リラクや青山リラクから聞いたよ、それうわ、新大久保にある青山リラクやいや、いいね、いいね、いいねあの AKB のコモリンを言った名前出していや、お前性の対象として してないって違うねんとりあえずボンさん、ここでも偉そうにはしなかったあ、してないな嘘つきは一番偉かったけどなみんな、やってんのか行こうか誰も聞いてへんねんお疲れ様でした。ありがとうございます。俺の一番おすすめのね、うん、パスタ屋さん。え？俺ね、ほんま、パスタ好きでしょ？めっちゃ好きや、パスタ。あとさ、納豆好き。大好き。あ、もう最高。最高の組み合わせがあるの。それ、納豆とパスタの。めっちゃええやん。俺、なんやったら、いろいろパスタ屋さん行ったけど、うん、俺なんやったらほんま日本一やと思う。そうやん。日本一いい好きが、東京一。東京一。すまなかった。これ、ほんま。ここです、ここです。やっとかいな、もう歩きすぎやわ。いや渋谷広いから。ね、遠いわここです私のねめっちゃくちゃ美味しいクラクラへぇこれで、ね、メニュー見てもらいたいのかなじゃあアポお願いしますじゃあ行ってきて、はい、アポ取れへんかった場合罰ゲームだからねアポ取れいやオッケーオッケーだ俺赤いかったと思った結構長い感じそうそうそうでもツバ、ツバ飲んだよねいやもうツバ出るよこれはすごいね納豆パスタうん納豆パスタよう来んねんボンちゃんこれほんま俺ここよく来てね来た時はもう絶対俺これしか頼まない東京ですからいただきまーす腹立つ腹立つね今のいただきまーす席とか席込んでよパスタのスパゲッティの部分ねすごい食感すごいもちもちしてるの。へえ。じゃあちょっと。ね納豆とね。ちょね、このスープがねすごいスープと絡めてめっちゃ美味しいの。うん。あそこええ部分やそれ。この海苔な。うん、たっぷりのとこ。海苔とね大葉と。大葉と。い、うん、っちゃって。納豆絡めて。チューするな。パスタ。でパスタにチューするな。さん。おいっぱいいったね。納豆パスタって食べたことないな。ないでしょ。うん。合うかな。これな。うん、日本で一番うまいな。いやせやもえ。すごいでしょ。うまいよ。めっちゃうまいでしょ。これうまいわ。和風だし。うん。うん、和風パスタに、ね。そう。納豆がむっちゃいい感じに効いてんな。そうでしょ。臭くなくて。臭くない。うん。麺の臭さがちょうどいい。ね。もちもちしてる。うん。じゃあ月いくらもらってんの。月給料。給料。うん。いや先月俺12万やったからえなんでそんな少ないのえいやそれが全然入ってけへん仕事した分が全然入ってけへんかったからでも先月めっちゃなんか営業行ってたやんそう営業行ったん全然入ってけへんから一回営業行ったら営業やらっていくらな俺こっち買わへんから、うん、1万5千円から2万円おじゃあ M 出てさ分かった一回だけ上がっただけえ舞台やらはこれ使わへんか教えてルミネルミネ1回ルミネ6000円1人1回 M1 出てから1000円だけ上がってそれの1回曲がらずだってテレビって1本出たら何もないこれ使わへんから絶対使わへんからテレビ1本出て1万5000円から2万円あ美味しい資格リアルな数字出したよねそれ聞いてくるとめっちゃうまいわどういうことやまあ頑張ってるなボンちゃん、うんいや、単価すごい低いんやろ、15年やって。いやー、美味しかったよ。美味しかったでしょ。美味しかった。ほら、やっぱりね、めちゃくちゃ美味しいからおすすめですよ。そんなことで、ちゃんとお金返せな、5000円。5000円。あれ?3日後。何のこと
忘れんといて。え、美味しかったよ。いや、美味しかったけど5000円金貸したことは覚えてるからちゃんと返してやって。渋渋渋渋渋谷です。渋谷です。大都会で渋谷です。無理やで、ぼんちゃん。渋谷です。許してあげんのかいな。